サイード・ジャリーリーは、イランの政治家。全国家安全保障最高評議会初期。日本語メディアでは、ジャリリー、ジャリリーと表記されることがある。イラン北東部のマシュハド出身。革命防衛隊に属しイラン・イラク戦争に従軍。エマアムサーデグ大学で、政治学 PHD を取得。大学講師を経て1989年に、外務省官僚に、2005年に、 欧米担当外務次官就任。そして、アフマディーネジャード大統領からの指名を受け2007年に国家安全保障最高会議のトップである初期に就任した。2013年イラン大統領選挙に立候補したが、416万8946票の3位に終わり落選した。2021年イラン大統領選挙に立候補して、 ご県評議会による審査で出馬を承認された7名の大統領候補のうちの1人となった。しかし投票日を2日後に控えた6月16日の午後、大統領選からの辞退を表明した上で自身を支持する有権者たちに、エブラーヒーム・ライス・イー候補を支持するよう呼びかけた。選挙の結果、ライスイス・イ候補が過半数となる約61.95%を得票して、 決戦投票なしで次期大統領に選出された。ありがとうございます。